お腹を引っ込めたい方は30秒だけやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ででん、バランスボールを使ってシーテッドドローインというお腹を引っ込めるため、あとはエクササイズをしっかり効かすために必須なエクササイズを紹介します。ボールがない方は椅子でもいいんですけども、ボールの方がしっかりできますんで、ボールがある方は一緒にやってもらう、もしくはボールを購入して真似してやってもらえたらと思います。で、今回ボールと別にですね、こういったメジャー、もしくはタオル、または紐、用意してください。では説明します。まずバランスボールに座ってですね、足をボールにつけておきます。このようにつけます。そしたら、座った時に反れてしまう腰。この腰を、お尻をキュッと締めて、体をまっすぐにさせます。まっすぐにさせた状態。この状態でエクササイズはいつも行います。この状態で、紐をですね、腹部に巻きます。このように腹部に巻きます。この状態で、お腹をぐっと引っ込めながら、腰はまっすぐのままです。反れた腰を、まっすぐにして体を上に引き伸ばしながらお腹をどんどん引っ込めます。この状態で紐をキューッと締めながらですね、お腹をどんどん引っ込めていきます。その時に息をしっかり吐いて体を上に伸ばします。やってみます。で、息を吸います。息を吸う時もできるだけお腹がまた出ないように引っ込めたまま息を吸ってください。体を上に伸ばす感じです。お腹をどんどん引っ込めます。息10秒間吐きます。息がなくなったらまた吸います。吸ったら息を吐きながらお腹をどんどん引っ込めます。はい、OK です。ポイントはですね、紐を縛っていく。縛っていくことによってお腹をどんどん引っ込めないといけないという意識になります。そしてバランスボールで出たお尻を丸めることによってお腹、お尻に力が入ってですね、ドローインの姿勢ができます。この状態はどのエクササイズでもドローインの状態を作ってエクササイズを行ってください。体のコアな部分にしっかり効きますんで、下半身を動かすエクササイズ、上半身を動かすエクササイズ、体をひねるエクササイズ、どのエクササイズにもこのドローインというのが基本になります。チャンネルの再生リストの中にですね、ドローインの習得という再生リストで動画を何本かまとめてますんで、そちらをレベル1の方から行ってください。このドローインが身につくと、腹横筋がしっかり鍛えられますんで、お腹のお肉は取れることにはつながりませんけども、エクササイズが効果的にできたり、お腹を引っ込める力がつきますので、実質お腹がね、しっかり引っ込んだ状態をキープしながら過ごすことができます。実質、ウエストを引き締めることが可能です。ということで、今回は、シーテッドドローインの紹介でした。頑張った方で勉強になった方は、よかったらグッドボタン、または SNS にシェアしてもらえると嬉しいです。今日もご視聴ありがとうございました。